と少しだけ。いいかカイツ、ちゃんと見張ってろよ。1、2、あと3匹か。よし、全部片付けてやる。いいかもな。じゃ、今日はこれぐらいで上がろっか。カイツはミゲロさんの店に戻れば。なんか仕事があるんだろ。いっけね、忘れてた。ねえ、番人もおいでよ。今日は忙しいみたいで、いっぱい仕事がありそうだよ。俺は別の仕事にしとくよ。ここの鍵かけ直しといてくれ。勝手に入ったのがバレたらミゲロさんに叱られるからさ。何か言ったか。そのお題を。お題だぞ。あ、いえ、いいんです、いいんです。どうぞどうぞ、持っていてくださいまし。やめておけ。今日は騒ぎを起こすな。運が良かったな。ごめん。気をつけろ小僧。お、シュッと、やられた。それだ。なんだと。くそ。何すんだよ。何すんだじゃないわよ。また盗んだのね。捕まったらどうするつもり。みんなバンのこと頼りにしてるのよ。捕まったら面倒見れなくなっちゃうじゃない。やめてくれよ。俺はリーダーじゃないんだぜ。俺たち孤児は誰にも頼らず生きていかなきゃいけないんだ。それはパンネロ、お前だって一緒だろ。おい、何してんだよ。それは俺のもんだぜ。この金はもともと俺たちダルマスカ人のもんだ。盗んだのは帝国なんだから、帝国の奴らから取り戻すのは俺たちの使命なんだ。って、バンのセリフよね。パンネロ、言ってることとやってることが矛盾してる。これは先週渡したパン代よ。私がミゲロさんのお手伝いしてるからって、バンのパンまでタダってわけじゃないわ。俺だって、いつまでもこんな生活。俺はいつか、自分の飛空艇を手に入れる。空賊になって、あの大空を自由に飛び回るんだ。
叶える前に牢屋行きにならないといいわね。うん。後でミゲロさんのところへ行ってみて。何か困ったことが起きたみたい。バンに力を貸してほしいってさ。